皆さんこんにちは、バッカントビー穂高の音です。今日はですね、7月の18日、本当は今日から、僕は学校登山の燕岳登山の引率をして登山をしている予定だったんですけども、梅雨の末期のやっぱりこう梅雨明け前ということで寒冷前線の通過、ちょうどですね南の方でずっと居座ってた寒冷前線が昨日からですね、少し、まあ、台風の影響もあって、台風5号の接近の影響もあって、少し活発にですね動き始めて、少しこう上昇してきたということで、今日はですね、まあ、登ってる最中に寒冷前線が通過するということで、さすがにですね、まあ、雷も伴うし、今日登るという予定の中学1年生の生徒さんたちは160人なんですけど、登山初めてだし、まだ登山経験もないし、まあ中学生子どもたちということで、まあ危険な思いはさせられないということで中止になりました。で、今日寒冷前線が通過して、明日もですね一日雨の予想で、まあ寒冷前線というか、まあ梅雨前線の影響で雷を伴った豪雨になる可能性があるので、しかも長房線っていうですね、登山口まで行く林道が実は燕岳の場合は山に取り付いてしまえば尾根をずっと登っていくので、比較的雨が降ったりとか雪が降ってもその土砂崩れであったりとか落石であったりとか、そういった危険が少ない尾根で、しかも東側に向いてこう伸びている尾根なんですけども、風はですね西からどん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 こう強風が稜線にこう当たるんですけど、東側はそのちょうど風が当たる反対側に伸びているので、比較的風の影響も受けにくいのと、あとは円山荘さんという山小屋さんのポジションがですね、ちょうど尾根をこう上がっていって稜線に出たところにもうすぐ山小屋さんがあるので、稜線をまあ長時間歩くとかっていうことも必要ないということで、非常にですねこういう悪天候の中でも登りやすい山ではあるんですけども、ただまあ初心者であったりとか慣れてない方であったりとか、まあでも寒冷前線は雷をまあ伴う激しい雨が降ったりとか、まあ、冷えたりとかしてですね、体を冷やして低体温症になったりとかっていうことも、まあ、危険もあるので、寒冷前線はやっぱり登山っていうのは向かないので、やはり、まあ前線が通過するときは稜線には出ないというか、登山はできるだけ控えた方がいいとは思いますので、まあ、まさに今回がですね、ちょうどその日程に当たってしまって中止になってしまったということで、僕はここに、今日もいます。そこでですね、今日は問い合わせをいただく中で、まあ、バックカントリー穂高では通信販売、オンラインショップでインターネットで登山靴の販売もしています。で、このフィッティング重視でやっている、バックカントリー穂高がどうしてインターネットの通信販売で登山靴を販売しているのかというとですね、これはもう10年近く前になるんですけども、以前、穂高の駅前でお店をやっていた頃に四国からフィッティングに来られたお客さんが、四国にはですね、まあ、アウトドアショップ的なところはあるし、ローバーを扱えるお店はあるんですけども、ただ在庫していないお遍路さんとかで回る人たち向けの、まあ、ハイキングシューズであったりとかローカットのシューズであったりとか、そういった靴は置いてあるんですけども、お店にですね北アルプスとかアルプスを登る重装用の靴とかっていうのが、在庫していなくて、で取り寄せをしなきゃいけないということをお聞きしました。で、取り寄せをする場合はですね、お店の方からもしサイズが合わなくても買ってくださいねっていうことを念を押されて、取り寄せをお願いしなきゃいけないという事情をお聞きしたんですけども、まあ、その方は当店に来られてフィッティングをして購入して帰られたんですけど、そのサイズが合わなくても購入しなきゃいけないってなると、これは通販と買わない、そこに在庫がなくて試し履きもできなくて、サイズいくつですかって言われて、そのサイズを選んで注文して取り寄せてもらったと、そうそう、それが合わなくても買わなきゃいけないってなると、結構リスクが、通販以上のリスクが実はあるってことに、僕は気がつきましてですね。で、うちの場合は例えば通販って、例えば四国からご注文いただいたとしても、もしサイズが合わなければ、うちに返送してもらってサイズ交換っていうのは対応ができますっていうのは、普段からですねこう在庫があるので、うちにはですね全てのサイズがほぼ揃っているので、交換対応ができると。そうするとお店で買うよりも、その在庫してないお店で取り寄せて買うよりも、うちで通販で対応した方がリスクが少ないということで、通販をその時に始めようと思いました。まあ、これはですね、もうお店がないところであったりとか、
この道通販で購入しなきゃいけないっていうところでは、まあ、うちの場合はですね、また履いていただいて、その時にご連絡いただいたりとか、インソールを取り出して自分の足を乗せてですね、まあ、上から写真を撮ってもらったりとかすれば、そのサイズが合ってるか合っていないかっていう判断がとりあえず遠隔ではあるんですけども、その画像を見た中で僕がアドバイスができると。それで、まあ、モデルを変えた方がいいですねとか、例えば他方をお送りしたけど、もうちょっとこう幅が広くて高も高いし、チベットの方がいいんではないかとか、サイズをもうワンサイズ上げた方がいいとか、サイズを下げた方がいいとかっていうことでの対応ができるということで、まあ、通販をしています。ただ最近ですね、お問い合わせをいただくんですけども、その中で、ご自身でサイズが分からない方、今まで失敗して このメーカーのこの靴を履いてて足が痛いと、でどこのお店でちょっと試し履きしても合わないんだけど、そ僕に合う靴はありますかっていうことで通販でご希望される方の問い合わせが、まあ、何件か来ています。まあ、定期的に来るんですけど、そういった場合はですね、ちょっと僕も足を見ないとわからないので、できればもし遠方からだと交通費はかかるんですけども、まず最初にですね、初めて快適な靴っていうのを購入したい、見つけたいという方は必ずここに来ていただいてフィッティングをお勧めしています。っていうのは、まず自分で選べないと、通販で選んでうちで交換するとは言っても、自分でこれ合ってるのかどうかっていうのが、試し履きをした時にそれがわからない方は、結局はそれで失敗してしまうケースっていうのがありますので、分かっている方、自分で選べる方で、近くにお店がないとか、お店に行ったけど在庫がなかったとかっていう方で、仕方なくこう通販をされるとか、あとはもう分かっている、以前うちでフィッティングをしていただいて、2足目が欲しいとか、一応もうスペアが欲しいとか、今履いてる快適な靴あるし、それと同じモデルで同じサイズでっていうことになれば、通販でもリスクっていうのはないし、もしそれがちょっとモデルを変えてみて同じサイズでお送りしたけど、あ、このモデルだとちょっと緩かったなとかっていうことをご相談いただければ、その時はどのモデルがぴったり合ってるかっていうことが分かるので、ある程度僕もアドバイスをしての対応ができるということなんですけども、ただ全く分からない、本人もどういう靴が自分に合ってるか分からない状態では、いくらアドバイスをさせていただいても、分からないし、お送りして履いてもらっても分からないっていうことになれば、足をやっぱり見てここでフィッティングしないといい靴は選べないと思いますので、そういう方はもう遠方から時間も交通費もかかりますけども、ここにぜひ一度は来てフィッティングを受けていただければと思いますので、よろしくお願いしますっていう問い合わせがですね、結構多いですね。あくまでですね、うち の通販の方は自分でサイズがちゃんと選べる人の、すでに、快適な靴を履いていて同じような快適さの靴をで、ちょっとモデルが違う靴にしたいとかっていう方と、あとはご自身の近くにお店がなくて、まあ、そういった感じでお店で買おうと思ったらサイズが合ってなくても買わされてしまうとっていうような条件っていうのでしか、お店では買えない人でも、そういう方もできればここまで、例えば四国からも来られる方います。で、九州からも来られる方もいらっしゃるし、先日はですね、広島から12時間かけて来られて、フィッティングをして購入されて、この近くの宿でお泊まりいただいて、それで次の日に朝一で帰られたという方もいらっしゃいます。これはまあ、登山の道具であって一番大事な道具なので、ここでですね、例えば登山靴が4万円なのに交通費が3万円かかるっていうと、なんかすごく損をしたように本人は思ってしまうと思うんですけども、そういう方もいらっしゃるんですけども、その3万円がですね、快適な登山をこう楽しめるか、それをその靴をですね、ずっと長くですね、愛用、愛着を湧いてですね、快適に愛用できるかっていうところでの、まあ、その長いスパン、僕なんかも例えばローバーの他方僕は履いてますけども、それは10年使っています。この10年間僕の 愛人じゃないんですけど、相棒としてですね、その相棒に巡り合うかどうかっていうところでの交通費の、例えば3万円かかるとか4万円かかるとかっていうのは、僕なんかもですね、何か必要なことがあって東京に行けば、それなりの交通費はかかるし、それが必要な時は行きますけども、まあ、まさに登山靴なんていうのは本当に大事なものなので、近くのお店がある方はその近くのお店で、信頼できるお店で購入されればいいと思うんですけども、そういう環境にない方はですね、そこにはお金をかけなきゃいけないとは思います。ということで、まあ、そのお問い合わせをいただく前に
まずここにですねフィッティングに来てくださいと初めての方ね。で自分で分かるという方はその通販ご利用されて、その後でまあサイズ交換とかそういうことは対応しますので安心して購入されればいいと思うんですけども、まだ自分で快適な靴に巡り合ってない、自分で選んだ靴はもう痛くて履いてられないとか、背に行ったけど在庫がなくてサイズが合ってなくても買えって言われるとか、そういう方はですねぜひまず、まあ、通販もありなんですけどここに一回来て、フィッティングを受けていただければと思います。まあ、今日はこれから寒冷前線の通過で大雨、これから日曜日までですねあと2日間ぐらいは雨が降って、おそらくこの台風5号が今、北上してきてるんですけども、それは日本海を抜けて、おそらく北海道の方に行くんではないかなという僕は予測はしてるんですけども、それと同時に寒冷前線、まあ、梅雨前線が押し上げられて一緒にその台風と一緒にですね持っていかれて太平洋高気圧がダーンと張り出してくれば梅雨明けになると思います。いや早ければ20、その台風が過ぎた後22とか23とか24日とかその辺で梅雨明けするかもしれない。でも台風が行った後もまだ前線が残るようだとまだしばらくうずつくことがあるのかなという感じなので、その辺はですねまた天気図とか、まあ、天気予報とか気圧配置そういった流れを観察しながら登山の計画を立てていただければと思います。特にこの寒冷前線が通過する北アルプスなんかの稜線でですね行動するっていうのは、まあ、慣れている人でも何かトラブった時にその場で例えば立ち往生しなきゃいけないような時なんかはかなり体が冷やされたりとか、雨風ひどいとですねなかなか判断力も鈍ったりとか、体が冷やされるともう手短所っていう、こう危険も伴ったりとか、あと風で飛ばされるとか、まあ、いろんな危険が伴いますので、その辺は慎重に、晴れれば快適に歩けても雨風強いと非常に辛い登山になってしまうので、その辺は慎重にですね登山を楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いします。それではまた。鳥が
そうまで30分、うん、下だな。あ、邪魔しびっちゃう。
風さん、登頂おめでとう。登頂ですか？本当ですか？